でもそれをじゃあ僕がアフレート塾ってやってその人に教えてたら多分そんなになってないですよね絶対。もっと1年2年またね脳が濃くなってたかもしれないそれはその本当に結構重要でそこをあの結構大事なんでそれも覚えて帰っていただければなと思います。はい、で今アフィリエイトについての種類とかを説明しましたけどもじゃあ、なぜその違うわそのアフィリエイトでもいろいろな、種類があります。さっきも言ったと思いますけど、まあ、化粧品とかねちょっと化粧が分かんないんであれですけど化粧品ね僕高卒なんでまだ知らないかもしれないさっき言い忘れてましたけどあ、高卒じゃない、高校中退なんでね卒業してないんでまともにダブったっても言いましたけどね。化粧品とかあとはダイエットグッズとかねあとは、DVD とか、ね、CD とかねいろいろあります。実際あのスピードラーニングとか聞くじゃないですか、あの音声教材あれも情報商材ですよ、はっきり言って。あのセミナーの DVD とかねよくありますけど、あのディズニーのね DVD もあるもんね、情報商材ですよね、情報を売ってるデジタルコンテンツですから。だからそっちがまあ儲かるんだよっていうお話です。今回はなぜ、まあ、アフィリエイトの中でもねいろいろありますけども、なぜ情報商品情報を扱うと、稼げるのか。何かちょっと暑くないですか。暑いっすよね。エアコン調整するとか知ってます？いや、もう雲ちょっといつもお菓子さんが調整してですよね。じゃあ、カレンダーでしょ。はい、じゃあなぜですね、情報を扱うとなぜ稼げるのかというところですね。まあいろいろ化粧品ダイエット DVD ありますけども情報商品が一番稼げます。でなんかよくあのネット上にね何億とか秒速で1億円とか、ね、いますけども、ああいう方は、情報商材ですね。でなぜ稼げるのかっていうと、まあ、利益率がいいからですね。圧倒的に利益率がいいです。例えば化粧品であれば化粧品を作るまずお金が必要ですよね。化粧品、これ一応化粧品なんですけど一応化粧品です、はい、これ化粧品で製造しますよね。まずね作る、まず作ります。でこれで一個何にもしない状態ですね。できたって言って完成した状態で500円だったとしますね。さっきその渡していくらってありましたよね。そもそも作らなきゃいけないんです、500円かけて。で500円かけて作ったものを、パッケージ化して、まあ、もう箱とかもねいろいろありますけど、まあ、全部含めて細かいこと言わないで全部含めて、でやっと500円という商品ができますよね。そもそもこれね利益をつけなきゃいけないわけですね。例えば2000円で売ったら1500円の利益ですね。ここで初めて、市場に出るわけです。そもそも500円がかかってるわけですね。でそれで、仲介したらその、まあ、アフィリエーターさんとかで例えば頼むとしたらまたそこで利益なくなります。でも情報商品っていうのは無料です。基本的に原価もないし、あの在庫もないし、で証券も無限だし、日本にも世界にもありますよね。今だったら YouTube とか世界に行けますよね。一応あれも、まあ、情報商品っていうかね、情報発信して、まあ、テレビみたいなもんですけど、あれは広告収入なんでね、そういう感じでこう利益率が高い
無限証券。ちょっと券難しいですよね。マク。こんな感じか。無限証券。雰囲気でね、雰囲気で。在庫なし。だから、稼げるっていうね、感じなんです。だからもう500円も何もないし、無料だから、失敗しても別に、ね、リスクないし。だから僕が例えばね、動画いっぱい撮って、なんかサイトに埋め込んで、1000円ってやって買ってもらったら、もう僕無料で全部作ってます、動画も。まあ、サイトちょっとお金かかりますけども、まあ言ったって月数百円です。サーバー代とかね。サーバーと、なんだ、ドメイン。年で3000円とかですからね、ああいうのって。だから、まあ、要は3000円投資して、1000円がね、例えば10個入れたら1万円じゃないですか。それだけでもう7000円稼げますし、10個以上売ろうと思ったって、いっぱい製造する必要ないですよね、コピーするだけなんで、コピーするだけですから。だから稼げるっていうね、いくらでも売れるんですよ、在庫の心配もないし、無限に売りまくれるわけです。で、消えることもないしね。で、なんか流行りとか変わっちゃったら、デザインとか変えたりとかね、なんか言い方変えればいいだけなんですよ。ネット系のね、情報系の実際そうなんですけど、結構言い方が違うだけで、中身が全部同じっていうのが結構あります。よくあります。まあ、原理原則、ほぼ同じなんで、ぶっちゃけ、今話してることとか同じですけど、まあ、人のものを紹介するか、ね、まあね、自分の商品を販売するかとか、あとは、ね、アフィリエーターになるんだったらメルマガ集めなきゃいけないとか SNS 友達増やしたりとかフォロワー増やしたりとかそれだけです。言ってることは最終的に。あと PPC アフィリエイトっていうのもありますけども、それはまあ広告モデルなんで、ちょっと詳しい話になるんですけど、まあそんな感じですね。だから稼げると。だから自分でもできますよね、実際ね。なんか知識があれば、なんかさっき趣味とかね言ってましたけども、その趣味をめちゃくちゃまとめて、動画にして配布すれば、買ってくれる人がいればもうそれは立派な商品ですよね。でさっきねちょっとあれ見せたんですけど、意外とね情報商品ってね結構いっぱいあるし自分で作れたりするんですよ。で有名なのでめちゃくちゃ売れてるランキングみたいな情報商品ね、これに、まあ、ゴルフのやつとかあるんですよ。ゴルフのやつとか、あとは元彼と復縁できる方法とかね。これもうめちゃくちゃ売れてるからここに入ってるんですよね、殿堂入りランキングで。これなんか誰でも作りそうじゃないですか、ある程度ね、なんか恋愛経験者の人だったら。僕でも全然作れると思うんですよ。あとこのイワンちゃんの、ね、犬のしつけの方法とか、そこれまあ ASP っていうね、これアフィリエイトセンターなんですけど、まあ、これクリックしてこれ売りたいってポッポチポチって押すと、まあ、リンク、あなた用のリンクっていうのが出てくるんで、それをコピーして貼ればいいだけなんですけど、まあ、こうやって、ね、バストアップとかね、これも英会話系ですか。そう、情報商品系っていうのはこんな感じです。一番利益率が今お話ししたね、なんか化粧品とかいろいろありますけど、これが一番儲かります。で今ね、転売とかもやられてるんで、そのね、ノウハウとか作って売れば一番いいと思いますけどね。すぐできますけどね、はい、すぐできると思います、はい、そんな感じです。なんでまあ実際稼ぐ系じゃなかったとしてもね、こういう風に復元する方法とかもね、売れるということです。で、これアフィリエイトの話なんですけど、復元する方法とかね、これ作る側のやつ、作る側の人っていうのは、ちなみに今インフォプレナーって言います。インフォプレナー、まあ
インフォってね、情報を作るっていう意味だと思うんですけど、まあ、インフォプレーナーとアフィリエーターってよく言います。インフォプレーナーっていうのは販売者、アフィリエーターっていうのは紹介者ですね、っていう感じです。なんでそもそもビジネス、そのネットビジネスですね、ネットビジネスと言われるもの、と言われるものをざっくり言うと、まあ、物販系ですね、武井信さんがやってるやつ、はい、物販系、アフィリエイト系、インフォプレーナー系、まあ、主にこの3つです。ネットは、ネットビジネスはこれ絶対どれかに当てはまります。これ以外はないです、基本的に。この3種類です。この3種類の中のいろいろあるわけですね。ここであれば、まあ、転売なのか、ドロップシッピングなのか、あとは、セドリとか、まあ、全部合わせて転売って、ね、言うのかもしれないですけど、まあ、なんかいろいろありますよね。電脳セドリとかね、そこでなんかいろいろな名前がつくわけですよね。なんとかセドリとかね、なんとかスーパーなんとかからね。それが、まあ、この種類の、まあ、その中の手法の一つ。よくアフィリエイトやりたいんですけど何から始めればいいですかとかって聞かれるんですけど、いやそもそもアフィリエイト分かってるみたいな話から入らないとね、実際いけないです。これもあるのに分かってる、これもあるけど分かってるみたいなね、この全体像を知らないと、なんかネットビジネスイコールアフィリエイトみたいな人いっぱいいるんですけど、そんなことはなくてこの3種類ですね。でアフィリエイトはブログアフィリエイトなのか、メルマガなのか、あとはまあ、LINE、 さっき言った LINE なのか、あとは、ワードプレスとかね。でアフィリエイトの種類の中にも、いろいろあって、広告モデルっていうのがあります。これはさっき言いました YouTube とかそっち系ですね。見てもらうだけでお金が入る、特になんか売るわけではないっていう、テレビと同じですね。視聴率集めて、で企業から CM 代もらってるわけじゃないですか、テレビはね、が広告。あとこれはなんだ、 Google AdSense とかよく言いますよね、 AdSense 広告とか。あれっていうのは例えばワードプレスのサイトに、自分のサイトにここに AdSense 広告を契約してね、これまた AdSense に広告して、ここに広告出して、その例えばここに英語のずっと文章書いてたら、勝手に e-learning とかね、なんだっけ、さっきスピードラーニングとか、適切な広告を出してくれるんですよ、Google AdSense。だからいちいち商品選ばなくてもいいです。貼っとくだけで、適切な広告が出されて、クリックされたらお金が入るっていう仕組みです。っていうアフィリエイトもあるし、まあこれアフィリエイトっていうのがね、ちょっと微妙なところはあるんですけど、まあこの部類になります。あとさっきみたいに直接もリンク貼って紹介するパターンのアフィリエイトもあります。だからそういうののいろいろな言い方ですよね。あと PPC アフィリエイトっていうのもありますね。聞いたことある方いらっしゃいます。PPC アフィリエイト。PPC アフィリエイトは、こうやってね、検索エンジンありますよね。で、ここに広告出てるじゃないですか。なんか、こうやって黄色の広告ってちっちゃく書いてありますよね。これってお金出せば誰でもできるんですよ。大企業とかじゃなくて。普通に僕でもできるし。で、これだけど、例えばこれ、ニキビで検索した人に出るとかっていう設定数しなきゃいけないんですけど、これはニキビっていう人が検索してきて、このクリックした時点でお金払わなきゃいけないんです。買うか買わないかも無視で、こっちは広告出すっていうイメージですよね。だから僕はニキビにワンクリック、100円払ったとしますよね。で、1日に100クリックされたと。そしたら、1万円です。ただこれクリックされてもらって、その先のアフィリエイトリンクですよね。アフィリエイトしてるわけですから。その先に飛んでもらったページ。このページ、ランニングページですね。ランニングページ。この申し込みページ。この申し込みをしたら、僕に、例えば、1件、1000円の
アフィリエイト報酬が入るとしたら、要は1万円超えればいいわけです。1クリック100クリックされて1日1万円かかってしまうけども、20個売れて2万円になれば僕1万円の利益ですよね。これが PPC アフィリエイトです。あのリスクを負って広告を出して、販売益を得ると。もちろん転売と似てますそうそうそう、転売と似てます。仕入れて、まあ、売るみたいな、仕入れて売れたら利益が自分のもので。だからこれは結構ね、あの難しいんですけど、作業はあのこのページも作んなきゃいけない自分でね。だから HTML っていうか、ね、ある程度の知識は必要なんで、やることは難しいんですけど、これが一番結果が出やすいですね。広告かけさえすればクリックとかされるんで、あの数字の計算できるんですよ。マイナスになっちゃったとしても、あの実績にはなるっていうか、その経験値は得れる。でこのブログアフィリエイトとかメルマガアフィリエイトとかいきなりやっちゃうと、そもそもアドレスが取れないから、もう何の1もないみたいなそう。それで結局ね、あの Facebook 頑張って友達2000人にしたけど、結局何もないみたいな、メルマガ登録もないしみたいな、お金も一銭も入らないみたいな。一応マイナスになってるけど、その10クリックされて1個買われたとかっていう計算はできるんで、そのビジネスっぽいことはできるんですよ。こちらもただリスクがあるっていうね、マイナスになるかもしれない。100クリックされても1回もクリックされないかもしれないし、あ、100クリックされても1個も売れないかもしれない。でもそしたらその商品が悪いんだなとか、まあ、一応ありますけどね、このキャッチコピーとかね、か改善の仕様がありますよね。だからこっち系はだから難しいです。改善の仕様が難しい。なかなかそもそも集客販売セールスを一人で全部やってるわけですから難しいということです。で物販とかはね、簡単、一番結果で安いのはなんでかっていうのは、ただね、安いものを買ってタグ売るだけなんで、めちゃくちゃ簡単ですよ。あと無在庫の転売とかもありますから、あれとかもっと簡単ですよね。ただ出しまくって売れたら買って売ればいいだけですから僕結構それおすすめしてますけどね、はい、初めての人、まだビジネスやったことない人はね、おすすめしてますけどまあそんな感じの流れです。でインフォプレーナーなんですけど、要は今言ったね、この最終的に飛んで LP があるっていうのを作る人です。全部自分で商品を作って、まあ、デジタルであれば、動画とか作るわけですね。動画とか PDF とかね、さっきの犬のしつけの方法でもいいですよ。ワンちゃん毎日撮ってね、こうやってしつけるんですよって撮って YouTube にアップして、 YouTube のそのソースコードをサイトに貼り付けて、サイトロックしてパスワードね、やんないと入れないようにしてってやって商品を出して作りました。サイトね、サイト作りました、パスワードを入力してくださいとかあります、ね、でこれをこれそのまま売れないですよね。だからこの商品を紹介するためのページっていうのを作ります。これがよくあるランニングページですね。最初になんとかってね、めっちゃいいこと書いてあって、結構売上ナンバーワンとかね書いてあって、でこの商品はこれが良くて、これが良くて、こんな人におすすめです、こんな人におすすめです、こんな悩みありませんかってね、でこう申し込みボタン作ります。でこう決済リンク、決済用意してっていうのがインフォプレーナーの仕事です。これを紹介するのがアフィリエイトですね。アフィリエイトっていう感じですね。さっき言ったプロダクトローンチっていうのは、これを自分で作って、これも自分で作って、あ、これも自分で作って、これも自分でやって、これも自分でやるみたいな感じです。かなり難しいですね。お金がある人はいいんですよ。だから最初はね、最初にお金がある人はこれで自分で作って、アフィリエイターにお金バン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 投げて、で集客してもらう。そうすれば、ね、こっちはもう自分の仕事じゃなくなるんで、資金がある人はこれでいいです。ただ資金がない人は、じゃあこれを作りました、じゃあブログ、フェイスブック、ツイッター自分で育てて、そこで販売しなきゃいけないから、またそこのね、手間と時間がかかると。だからお金がある人は授業で普通にできるんですよ。授業として自分で商品作って、もうリスト持ってるアフィリエイト増えますから、その人お願いして、いくら払うから宣伝してくれと
うん、でも一気にインフォプレーナーとして利益上げられますから、だからある程度資金があったら、まあ、こっち挑戦してもいいと思います。まあ、なくても実際売れるっちゃ売れますけどね。で、インフォプレーナーってこれネット上での話なんですよ。これのリアル版が要はコンサルタントです。情報提供者ですよね。ネット上で売ってないだけでリアルで売ってるだけです。コンサルタント、リアルで言うとね、ここの人はあのあれですよね、ブローカーとか言われる人ですよね。リアルで言うとたまに言うじゃないですか、保険とか不動産とかいっぱい持ってる人何かしら買ってくれっていうね、セールスする人いるじゃないですか。でまあアフィリエーターはブローカーって感じです。でもこれ普通の小売業ですね。店舗ビジネスと同じです。普通に雑貨屋さんとかと同じですよね。実はネット上でやってるだけなんです。だからすごいね、実際そんなに難しいことじゃないです。今いろいろね話しましたけど、要はこれがネット上で行われてると、あの言葉が変わるだけです。でなんかややこしそうに感じますけど、まあこんな感じですね。